ひばり観音堂小学寺は、福岡県福岡市城南区にある臨済州、東福寺派の寺院。三号は、聖賀山。本尊は、聖観音菩薩。宗教法人名は、油山観音。伝承によれば、小学寺は、天平年間西域の僧、聖賀商人が白椿で、千樹観音像を刻み一案を結んだことが、始まりと言われる。聖河商人が、 椿の実から油を絞る、明かり油製法を伝えたとされることから油山、油山観音の語の由来ともなった。当初は千福寺と合した。その後は直によって七百二十坊、七道が乱、付近一帯十二万国余りの寺六という交流を見たとも伝えられるが、戦国時代の天正年間に、龍造寺高信の,の陛下に愛消失する。その後元禄期に観音堂、 客殿、主労道、栗などの書道部が再建され、それに伴い元禄7年に小学寺と改められた。前日の通り、宗教法人名は油山観音となっている。本堂に安置された木造聖観音座像は山岳信仰の対象で1906年に重要文化財に指定された。2009年10月4日に盗難にあったが、 三ヶ月後の2009年12月に発見された。福岡県内の重要文化財が盗まれたのは、これが初めてである。残された靴跡から、犯人は複数であり、本堂の南京城を切断して盗み出したと、推定されている。境内には1994年に建立された、ひばり観音堂があり、これは、歌手のみそらひばりを祀ったものである。毎年二月一日には、 油山かゆ開きが行われている。正正月から15日間、本堂に放置された小豆がゆの状態により、その年の気象や作柄を占う行事である。木造生肝論座像。ありがとうございます。